どうも、今回からね究極の勉強法をお伝えし、その究極の勉強法を使ってさまざまな歴史の知識を完璧に理解できるコンテンツを作っていきますね。今回第1回目、総量性とは。これについてアニメーションや問題演習を用いて完全な理解を手助けできるように努めてまいりますね。はい、じゃあまず勉強法です。はい、じゃあまず究極の勉強法、究極の勉強法から話していきますと、勉強というのは大きく分けるとインプットとアウトプットに分かれますと。インプットは知識を頭に入れること、例えば本を読んだり、あとは先生の話をただただ聞いたりとか、これは知らなかった知識を頭の中に入れるという作業です。これがインプット。で、次にアウトプットですね。アウトプットというのは何も見ずに自分の頭から知識を出すことですね。発信したり、ツイッターでツイートしたり、人に話したり、やっぱり問題解いたりとかね、そういうことを通して知識を出すこと、これがアウトプットですね。それぞれに極意がありますと説明していきます。ブリッ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 。1個目、まずインプットね。インプットのポイントというのは3つあると。1個目、知っている中で似たやつと結びつける。2つ目、右脳を使って理解する。3つ目、似ているやつとの違いを理解する。まず1個目から、知っている中で似たやつと結びつける。例えば人心の乱って聞いた時に、人心の乱って何だろうかと、何も人心の乱について知らない人は答えられないわけですよ。でも人心の乱が兄弟喧嘩と似ていると分かった時に、なるほどなと理解ができるでしょ。何も分からなかった時よりかは、あ、人心の乱って兄弟喧嘩のこと言うんだ、じゃあ具体的に兄弟喧嘩の兄弟って誰なんだろうみたいな感じで、どんどん理解が進んでいくわけです。こんな風に似たやつと結びつけることはかなり重要です。で、次2つ目、右脳を使って理解する。右脳を使うというのは、例えば文字をそのまま読む、教科書の文字だけ読んでる、これよりかは右脳、映像を用いて理解する。今回の YouTube の動画のように映像があると頭に入りやすくなります。なぜならば文字を読んでる時は左脳という左側の脳しか使ってないんですが、右脳を使うようになるんですね、図を見ると。はい。で、3つ目、似ているやつとの違いを理解する。ここが結構重要で、世の中にはいっぱいものがありますね。で、分かるってどういうことかというと、ものとものと区別することなんですよね。はい。例えばコーラとコーヒー、2つありますね。あれって、じゃあ初めて見た人からしたら色が似ていると、すごく似ているものなわけです。ただ片方はシュワシュワする、片方は苦いとかっていう風に別の特徴があるわけですよね。そこで区別がつくんですよ。子から始まってて黒色という共通点がありながら、そういう似てるものを別の特徴できちんと分けてあげる。これで理解が促進するんですね。この3つのステップを踏むことでインプットが進みますと。次にアウトプットですね。アウトプットはひたすらとにかくおすすめなら問題を解きまくることが重要ですと。解きまくって解きまくって解きまくる、これが大事ですね。解く前に必ずインプットをさっきのように丁寧にステップを踏んできっちり詰め込んだ後にアウトプットすると素晴らしいんですね。で、ちなみにインプットとアウトプットは時間的量的割合が3対7くらいだとベストだと言われています。はい。でね、早速今回の本題、今回は鎌倉時代武士の生活である総量性を完全理解してみましょう。この勉強を踏まえてね、はい、今後も今の勉強法を用いて皆さんがわからないような知識とかを僕は教えて伝えていきますので、よろしくお願いしますと。はい、まずはインプットですね。インプットは先ほどのポイントの 1,2,3 の順で進めていきますと。はい、まず1個目、知っている中で似たやつと結びつけるですね。総量性のキーワードっていうのは、1個目、総量、2個目、分割相続、3つ目、直営地、4つ目、地頭という、この4つのキーワードがあります。それぞれ何を言ってるのかっていうのがまだわからない状態の人も多いと思います。これを僕らが知っているあるものと結びつけることで理解しやすくするので、楽しみにしててくださいね。はい、ブリッ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 。まず1つ目、総量ですね。総量とは何のことかというと、当時の武士のトップのことを言います。トップとは具体的に言うと、当時の武士というのは血縁のつながりをすごく重要視していました。例えば田中さんって人がいましたね。田中さんっていう名字を持つ人はすごく血縁的に結びつかれてるわけで、この人たちを重要視してました。とはいえ田中さんって言ってもいろんな家がありますと。その中である田中さんの家が宗家と言われる田中さんという名字の中のトップの家になるわけです。このトップの家の
長男、後継ぎ、これが総領というんですね。他の田中さんの家の長男は別に総領じゃないんですよ。宗家と言われる、本家と言われるトップの田中さんの長男、これが総領ですね。はい。相続のことを説明していきますと、分割相続というのは総領が当時のお金である米を生産できる所領、土地を分割して配ってたんですね。田中一族のそれぞれの人たちに配ってたわけですね。例えて言ったならば、ケーキを分割で切ってってそれぞれに配るようなイメージです。はい、これが分割相続ですね。ブリッ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 。次、直営地ですね。直営地なんですけども、そのケーキというのは、大抵のケーキは消費税がかかりますですよね。ただ消費税がかかんないケーキもあったんです。当時、これが例えの話なんですけど、実際の話で言うと、当時は土地には必ず年貢とか区事と言われる税がかかってたんですね。税に返さなきゃいけなかったんですね、朝廷に。でもそれがかからない直営地と言われるものがあった。これ総領のものなんですね。名前は佃とか門田と言いますね。こういう直営地も持ってたんですよ、実はね。次です。最後、地頭について説明しますね。地頭、まあ一言で言ってしまえばケーキ屋の店員だったんですよ。どういうことかというと、ケーキ、さっきやりましたね、ケーキね、あれをたくさん持ってたんです。つまりケーキ屋ですよ。ケーキ屋だったんですね、総領というのは。それを配ったり、もしくはその持ってるケーキの税金を払ってるのはそのケーキ屋の店員なわけですから、そんなような役割をしていましたと。つまり土地に対する年貢や区事などの税金を実際に納める役割があったのは総領だったということですね。まあ、所領を管理し、年貢を納めていたし、っていうことですね。ブリッ、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 ブリッ。しかも、まあ、これサッカーチームのキャプテンって言ってますけども、どういうことかというと、実はですね、今回サッカーは戦争サッカーに例えたんですよね。サッカーチームのキャプテンでもあった。つまり、戦争のトップでもあったんですよ。戦争が起こりました。なんか戦いが起こりましたってなった時に、総領はトップになったわけです。で、田中一族を率いていた。キャプテン的な役割だったんですよね、サッカーで言うと。そういう、立場も担っていた。これが総領の役割です。はい。次ですね。右脳を使って理解する。まあ、やっぱり図を使ってきっちり理解していくというのが非常に重要だという話をさっきしたので、これをやっていきますと。この左側の侍、これが総領ですね。総領は、館を構えて訓練に勤しんでたわけです。まあ、結構簡素な生活を送っていて、こう館というこういうね、普通の家を構えて、その周りで訓練してたわけですね。例えば、やぶさめって言ってね、馬に乗る訓練をしたりとか、あと弓矢を放つようなね、訓練をしてたり、そういうものをしていたと。また、農民を使って耕地させてね、自分の土地を。で、税を天皇に納める地頭としての顔もありましたと。これは、ま、結局は、さっき言ったような話で、年貢や区事という税を納めるっていう役割があったわけです。実際に耕してたわけではなくて、耕すのは、まあ、部下というかね、農民にやらせて、そこの管理者として税金を納めるという役割があったと。また、年貢や区事を納めなくていい、要するに税金を納めなくていい直営地である佃とか門田というものも所有していましたと。またね、血縁関係のある諸子、まあ要するに、田中一族でいう総領以外の人たち、諸子ですね。諸子に所有している土地を分割相続という形で渡していたと。で、戦争はこの総領という人が諸子を引き連れて行っていましたと。この人が指揮官だったわけです。さっきのサッカーの例で言うと、キャプテンとなってゲームに参加していましたと。そういう感じですね。次、似ているやつとの違いを理解するっていうコーナーですね。鎌倉時代の総領制というのは、南北朝時代の武家社会と似て異なりますと。それをちょっと説明していきますと、総領制は分割相続でしたね。総領が土地を全部持っていて、それを配っていた、それを諸子たちに分割して配っていたですよね。ところがこの時代になると、嫡子と言われる長男が全ての土地を持っていた。で、その長男に他の諸子たちが従うという形だったんですよ。で、土地持ってません。完全にトップしか持ってない。
もトップだけが持っていて、そいつに従ってたっていう形なんですよ。さらに言うと、さっきは田中一族のいっぱい田中家がある中で、ある田中家の長男がトップになってましたよね、本家という形で。今回本家とか分家とかっていう、そういう分かれがなくなりますね。それぞれの家の長男が、嫡子がトップになってた。だから田中家っていうのはいっぱいあって、それがまとまってた分割相続の時代とは違って、おのおのがもうバラバラになっているという状態です。血縁的なつながりが薄くなってたというふうに覚えてくださいと。また総領性の血縁的結合という話に移ります。次でしたね。血縁的結合というのは何かというと、まあ、やっぱり田中という血がつながっている人間がみんなまとまって、総領を中心にね、まとまって、それで言ってたっていう話ありましたよね。でも南北朝時代というのは、さっきみたいにある田中家がトップになって、他の分家と言われる田中家は群がってるみたいな状況ではなくて、それぞれの田中家は独立して存在してた。それが地域をまとまり、例えば田中佐藤鈴木家がね、ある田中佐藤鈴木家が奈良県に住んでましたと。で、奈良県のそこの土地の3家がまとまってたみたいな。だから別に血縁でまとまってたわけじゃなくて、住んでる場所でまとまるようになりましたということですね。地方色が強くなったんですね、という違いがありました。はい、ブリッ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 。はい、じゃあ最後にね、アウトプットしていきます。これで問題を解いて、今までのでね、得た知識を出してって、で完全に知識を定着させるというフェーズに入りますと。はい、第1問、僧侶とはどういう人か。第2問、僧侶の直営地の名前を答えてください。第3問、僧侶は諸子たちにどういう方法で領地を配っていましたか。どういう相続法かってことですね。4問目、僧侶制の武士として以外の役割、どんなものがありましたか。まああれですね、年貢とか富士とか納めていた土地の管理者としての役割、どういう名前だったでしょうか。最後5つ目、僧侶制はいつの時代の武士のあり方だったか。時代ですね。ブリッ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 。はい、じゃあ1問目の答えいきます。本家、田中家、田中さんで言ったら、たくさんある田中家の中でトップの田中家、本家ね、の跡取り、長男のことを僧侶と言いましたね。2問目の答えね、門田と佃ですね。佃門田。はい、3つ目の答え、分割相続ですね。はい、4つ目の答え、持統ですね。持統。5つ目の答え、鎌倉時代です。はい、以上だ。バイバーイ。プリッ。